箱根登山鉄道小田原市内線。小田原市内線は、箱根登山鉄道、法人としては、現、小田急箱根ホールディングスが1956年まで、小田原市において運行していた、軌道線、路面電車である。なお、一部区間が重複する関連する、廃線後のトロリーバス計画についても、本校で記す。もともと、東海道本線が、御殿場駅。 現在の古殿馬線経由であった1888年、明治21年に、小田原馬車鉄道によって、高津駅から小田原や湯本、原箱根町への連絡を図る馬車鉄道として開けしたのが始まりである。その後1900年、明治33年に、小田原電気鉄道に改称して、電化開業した。設備、車両ともに、路面電車規格だが、インターアーバン、 都市間連絡電気鉄道的性格を持ち路線として、神津駅前小田原箱根湯本間を接続し、旅客及び貨物輸送を実施した。1919 19年、大正8年、登山電車が箱根湯本ゴ羅間に開通し、1921年、大正10年、ケーブルカー下ゴ羅台大乗ゴ現在のゴ羅から早雲山間も開通させる。鉄器事業とともに、 小田原、平塚周辺全域で、電力事業を実施して黄金期を迎えた。しかし、1920年、大正9年鉄道省熱海線、丹那トンネルの開業後、東海道本線と会場の開通により、平行路線となるため保証を受け軌道線の、高津駅前小田原間を廃止した。さらに1二十三年、大正十二年関東大震災で、鉄起事業、 電力事業とも甚大な被害を受け経営状態が悪化する。1928年、昭和3年に、同社保有の電力事業を取得することを目的に、日本電力に買収され、鉄軌道事業と分離されて、箱根登山鉄道として再出発した。1935年、昭和10年、自社鉄道線の小田原箱根湯本管会通によって、全面的に並行する。 軌動線の箱根湯本箱根板橋間を廃止したことによって当初の都市間連絡や箱根への観光輸送の役割、鉄道省や自社の鉄道線に譲り、以降は規模を縮小して小田原町1940年により小田原市内の交通機関としての運行となった。第二次世界大戦末期路線短縮後の軌動線残存区間も鉄道線と競合するため、 自設柄運行を休止し、戦災を受けた川崎市運輸事務所に電車を参領、教室した。戦後、開業以来木造単車ばかりだった、市内線に中古のボギー車を入線させて輸送力を増強した、上で運行を再開する。1948年、昭和23年には、戦時中に、 日本電力から箱根登山鉄道の株式を引き受けていた東京急行電鉄が分離、分割して小田急電鉄の参加に入った。1950年、昭和25年、小田急電鉄が箱根登山鉄道鉄道線箱根湯本駅まで乗り入れ運転を開始するのに伴って、鉄道線小田原箱根湯本間の河川電圧を1500ボルトに昇圧する。 河川電圧600ボルトの軌動線への直接の電力供給が不可能になり、鉄道線箱根湯本伊勢の600ボルト区間から給電する必要が生じて、電力設備の設置、保守経費が増大した。戦中戦後の燃料統制が解消してからは、貨物輸送の需要もほぼ消滅していた。経営は順調だったものの所属する全車両が多事業者からの老朽化した中古車で、 長らく更新されていない設備も同様に老朽化が進行していた。自社やスンズ鉄道、現、伊豆箱根鉄道の路線バスも並行して運行されており、旅客輸送も路線バスの増便で代替可能と思われる機動線の存在意義が次第に薄くなった。自動車の交通量が増大する中で、道路交通の大動脈である国道1号線、改修計画が 神奈川県から持ち上がり、県は、車道下を流れる小田原用水の歩道下への移設と、共に、国道1号線上を、平洋軌道占有していた、軌道線の撤去を、小田原市長に求めた。小田原市としても小田原駅前や、市内の道路と交通体系の整備を希望しており、小田原市長からの軌道撤去要請を、箱根登山鉄道は承諾し、神奈川県が旧、0円、 小田原市が300万円を保証費として箱根登山鉄道に支出して1956年昭和31年5月31日を最終日に営業を終了した。最終日は子供は運賃無料でモールや電車祭りの看板等で装飾した車両を運行した。路線バス転換による機動線の発展的解消の祝賀ムードの中で 宿市内線撤去のアーチ看板が、田原駅前広場入り口に掲げられ、翌日から1日60往復の代替バスが運行を開始して、市内交通は自動車時代に突入した。戦後、小田急電鉄傘下の箱根登山鉄道と、西武鉄道傘下の寸津鉄道、現、伊豆箱根鉄道は、小田原、箱根付近の交通圏域をめぐって、 激烈な競争を繰り広げた挙句双方の訴訟合戦となり、箱根山戦争などと続称されるほどの紛争状態にあった。自社で整備したバス専用道路を持つスンズ鉄道への対抗場、箱根登山鉄道は観光ルート確保の一環として、1953年、昭和28年に自社の鉄道線と戦時中に休止して1950年、 昭和25年に服した工作線に接続する路線として、温泉村4面島、昭和区屋駅付近箱根町に、機動砲による無機乗電車、トロリーバスの営業を計画した。当時、箱根登山鉄道バスは、協定により、寸津鉄道が整備したバス専用道路、当時の昭和区屋から、元箱根方面を通行していたが、紛争の激化から1956年、 昭和31年には、ス津鉄道によりバス用道路入り口に遮断機を設けられて通行が不可能になった。自社バスの乗り入れを阻止された箱根登山鉄道は、1956年、昭和31年に撤去した機動線の営業区間であった小田原駅前箱根板橋についても無機乗電車の営業を計画し、1958年、 昭和33年には、同区間の軌道特許の申請に及んだ。しかしながら、約2年半前に、旧、軌道線を追日60本を運行する自社の路線バスに置き換えたばかりの上、伊豆箱根鉄道の路線バスも運行して、現状でも、公共交通の輸送力が十分な区間に無機電車を、新規開業する、合理的な理由が存在せず、 申請した特許が認可される見込みも低い。実際のところ、無機上電車によって、同区間の輸送力を補強することに、計画の用紙はなく、この特許申請によって、温泉村四面島箱根町の無機上電車計画の実現性を補強し、箱根登山鉄道バスを自社専用道路から追放した伊豆箱根鉄道へ、対抗する目的での路線計画とみられる。 1953年、昭和28年、小田急グループは、早雲山ロープウェイ株式会社として、架空作動の免許を取得し、1959年、昭和34年、箱根ロープウェイを設立した。箱根登山鉄道は、日本電力時代である1930年、昭和5年に、すでに発表していた、ロープウェイ構想を具体化したもので、同年12月には、 はやうんを大涌谷が開通。翌年には大涌谷桃源台を開通して全線が開業した。これにより、小田急グループは小田急小田原線、箱根登山鉄道鉄道線、箱根登山鉄道工作線、箱根ロープウェイ、箱根登山鉄道バスを予知する自社グループによるゴールデンコースと称する箱根周遊ルートを確保した。 グループによる足の湖北側へのアクセスが確保できたことに加え、紛争相手である伊豆箱根鉄道所有のバス、専用道路についても神奈川県により足の湖を周遊する、湖畔線が1961年、昭和36年4月1日付で、神奈川県に買収されて、県道として開放され、早雲山線についても同年中に買収される、見込みがつき、 箱根登山鉄道バスの足の湖周辺における円滑な運行の目途がついた。鉄道経由のルートが確保された上に、路線バスが通行できる行動が確保できた以上、わざわざ無機上電車を新設する理由もなくなり、1961年、昭和36年6月24日付で、温泉村四面と箱根町及び小田原駅前、 箱根板橋の軌道特許申請書を監督官庁に返付して、箱根登山鉄道の無機上電車計画は消滅した。1935年9月当時、1956年5月当時、名称はいずれかの路線廃止時、電化開業以来、木造単車に付随客車を連結運転していた。1902年から1906年、 明治三十五から三十九年の在籍車用は、電動客車一点二等混合が四両、定員一等十五人、二等二十人2等が四両、定員四十人、三等が六両、定員五十人。付随客車一点二等混合が四両、定員一等十五人、二等二十人、三等が七両、定員五十人。電動無害化車、積載量四トン一両、付随有害化車。 石載量2トン6両、不随無害貨車、石載量2トン1両。以上客車25両貨車、8両が在籍し、1906年、明治39年貨車を16両に増車。1915年、大正4年、1等を廃止して2等と3等に、改める。1924年、大正13年、特等、並等、元の2等3等を、 すべて並等に統合。1923年、大正12年関東大震災で、客車16両が廃車。電動客車6両、付随客車3両を、期間 1435mm に、改めきして、東京市電機局と大地電機軌道からの転入車と合わせて使用した。箱根湯本と高津の終点では当初ループ線で列車を転行。 後には木回し線で付随車を入れ替えて折り返した。1943年、昭和18年までに付随客車は廃車し、以降電動客車単行で運転した。明治期からの軌動線所属の無害電動貨車と付随貨車は1924年、大正13年に在籍が確認されているが、鉄道線箱根湯本小田原間開通後の路線短縮で付随車が1936年。 昭和11年7月に旧車、1942年、昭和17年1月22日付で廃車。以降、鉄道線所属の電動化車が、進行方向側の車両先端部にのみ救助網を取り付けて、機動線に乗り入れていた。電動車の主幹制御機は直接式、ブレーキと軽音機は、ハンドブレーキとフートゴングを使用。ボギー車は、 エアブレーキとエアホイッスルを使用した。終電装置は終始、トロリーポールをシングルで使用し、ビューゲルやパンタグラフは使用しなかった。形式名の機器は、機動専用の電動客車、機動線の機、電動客車の機、かつて連結運転をしていた。付随客車は、寄付、機動線の機、付随客車の負、鉄道専用の電動客車は、地機、地方鉄道の地、 電動客車の木を名乗っていた。1952年、昭和27年軌道線、鉄道線ともに、電動客車は、もはに統一された。配線時に保有していた、営業用の車両はすべて、長崎電気軌道へ転属し、同社の150型となり、2019年まで、現役であった。以下、戦後に使用された車両を、1900年、 明治33年5月10日に第一週、東海道編が発表された、鉄道昇歌大和田武木作詞、多倍地作曲では、12番に、構図が、東海道本線と小田原電気鉄道との、乗り換え場所であった子から、構図を降れば、電車あり、佐コ小田原とおからず、と歌われているが、初版では歌い始めが、構図を降れば馬車あり手となっていた。これは、発表が、ちょうど、 小田原電気鉄道が馬車鉄道から電気鉄道に動力を改めた直後であったため、第2班以降で急遽書き直されたからである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。